それでは、旧約聖書のエレミア書11章、エレミア書11章の1節から8節までを読みましょう。では声出してどうぞ。主からエレミアに望んだ言葉、この契約の言葉を聞け。それをユダの人、エルサレムの住民に告げよ。彼らに向かって言え。イスラエルの神主はこう言われる。この契約の言葉に聞き従わない者は呪われる。これらの言葉は、私があなたたちの先祖を鉄の炉であるエジプトの地から導き出したとき、命令として与えたものである。私は言った。私の声に聞き従い、あなたたちに命じるところをすべて行えば、あなたたちは私の民となり、私はあなたたちの神となる。それは私があなたたちの先祖に誓った誓いを果たして、今日見るように父と御子の流れる地を彼らに与えるためであった。私は答えていった。アーメン主よと。主は私に言われた。ユダの町々とエルサレムの通りで、これらの言葉をすべて呼ばわって言え。この契約の言葉を聞き、これを行え。私はあなたたちの先祖をエジプトの地から導き述べたとき、彼らに厳しく戒め、また今日に至るまで繰り返し戒めて、私の声に聞き従えと言ってきた。しかし彼らは私に耳を傾けず、聞き従わず、おのおのその悪い心の堅くなさのままに歩んだ。今私はこの契約の言葉をことごとく彼らの上に望ませる。それを行うことを命じたが、彼らが行わなかったからだ。アーメン。今も生きておられ、真実に真実に、創世以前に立てられた統治計画通りの契約を常に お継ぎになって、その告げられた通りに約束を今は果たしておられる万軍の主なる神の前で、今日私たちの信仰による礼拝が最後まで御心にかなったもの、主の統治計画に聞き従うものとなりますように助けてくださり、2009年度の最後の主日礼拝を迎えて、本当に今までかつてなかった主の愛と恵みと命と力と祝福をすべて挽回することができますように祝福してくださり、本当に悔いのない2019年度を信仰によって送ることができますように、それでさらに正しい新年を迎える準備が整えられますように、神に対する正しい信仰がさらに固められますように、この礼拝を通して生ける神の御声を聞き取ることができますように、最後まで助けてください。イエス・キリストの尊き御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。はあ、さあ、素晴らしい神様、その名はイエスである。唯一の神、他には神のない、お一人しかないこの神が、私が人間として生まれたものが歩むべき道であり、そして求めるべき誠の理屈、すなわち真理であり、他は全部偽りであります。そして永遠なる命を与えられる、世界中のすべての人々の命の父であり、そしてすべての世界を天にあるものも地にあるものも永遠に統治される万能の王様である、この神様に
この神の名イエス様に対して心を本当に心も絞って、よしどうぞ今絞りなさい、今絞り、心を絞って、真心を絞って、アーメンと握手を、感謝の気持ちを込めて送ります。ハレルヤ、ハレルヤ。ああ、神が溜まっていると、神が、私にもそうなの、いらっしゃらない、神がいらっしゃらないように見えるでしょ、見た目では、感覚では。でもいざ神様がちょっとでも触れてくだされば、なるほどこうなりますね。さすが私たちの神様は素晴らしいとしか言いようがないんで、昨日も今日のメッセージのために祈っていたら、午後の3時頃、一瞬ワンカットの幻が示されました。私が神の家にサモニーと一緒に座っていたら、遠くにすごい大きな山脈があるんだけど、その山の方から天に向かって普通に現れる立地はこういう感じでしょ、こういう感じ、こういう楕円形になってるでしょ。しかしまあこの形はそんな大事なあれじゃないから気にしなくてもいいんだけども、とにかく山の方から天に向かって垂直にきれいな道が伸びていました。ハレルヤ。そしてその後主の霊から与えられた感動は何でしょう。当然創世記の9章の中6節にある立地に関する神様の約束、立地に関する神の約束は何ですか。ノアの8人家族が90年以上箱舟を作り続けて、40日40夜天の深淵の窓が開いて、すなわち宇宙の海壁から降ってくる雨によって全世界が水に覆い隠されるようになって、一番高い山までも水に覆い隠されるほど洪水が起きて、世界中の人々が喘ぎながら水の中で溺れ死にしていくときに、神の御言葉は鳥の寸法に従って90年以上一生、今の人々においては一緒でしょ。でもノアにおいては、これはノアがまだ若い時なんだよ。若い時なんでよ。ノアは子役歳になってから3人の子供を産んだから、子供を産み始めたのは子役歳になってから、それから90年以上箱舟を作ったんですね。ハレルヤ、うん、だとすればノアは子役歳ぐらいが子供を産み始める青春期なんだ、うん、とにかく90年以上神の言葉通りの寸法を測って箱舟を作り続け、40日40夜雨が降ってきて全世界の人々が全部死んでいくときに、神の御言葉にしちゃったノアの家族だけが箱舟に入って、とうとう信仰の結果が何であるかが分かるようになったんですよ。みんな一緒に、信仰の結果は命の救いだ。アメン。信仰の結果はいろいろ神からいただくものはたくさんありますが、一番最終的に肝心なものは命の永遠なる救いなの。世界中の人々が滅んでいくときに、いや世界中の人々が永遠に火の中に入っていくときに、救われて神の国に移される、これが皆さんと私が信仰する目的なんです。アーメンです。信仰して我々が勝ち取るべき一番大事なもの、これが皆さんのサタンと共に地獄に入らないで
神と共に神の御国を受け継いで神の子供になりまして、天軍天使にも仕えられる尊き身分になること、これが我々の信仰の最終目的なの。今この教会で一番熱いのは和田一健一郎という人なの。どこから来たいとか分かんないけども、とにかく一番熱いの。先ほどもトイレで立たれてやったのに、トイレでまた話があるの。溜まってる、この中に溜めておけない、もうこれを足したいの。なんでよ、神から受けた恵みがもう炎のように燃えちゃって熱すぎるから、彼に近づくときには1メートル先から気をつけてよ、やけどしたら困るわ。54年間知らなかった自分の人生の道がここに来て、何ヶ月も経ったのうちに、半年も経ったのうちにここに来てやっと分かったの、自分が神のしもべと呼ばれてると。誰がよ、和田駅圭一さんが、名前がすごいね、これは名前が錦糸町の錦糸と同じ名前だって。これが和田駅が錦糸町に導くという意味だって。錦糸正殿に、そして圭一の圭は恵みだよ、恵みが一番、ハレルヤ、神から恵みを一番たくさん受けなさい、それでたくさん伝えなさい、そういうしもべになりなさいと、自分がしもべに呼ばれたことをここに来て初めて分かったの。今まではイエスの皆を信じながらも自分の運命の道は分かんないまま、迷いの羊、分かりすくと迷いの羊のように生きてきた。ここに来て聖霊に導かれるようになったら、創世以前の神の秘められた計画の中から自分が神のしもべに呼ばれていることが神の霊によって示される体験をしまして、声もかけてないのに自ら進んで、先生、主に従います。今もう熱々なんだ、熱々。イエス様に正しく従えば、イエスを正しく信じれば、運命がこのように変えられます。アメンできますか。じゃあ、迷いの羊という言葉はね、イエス様を信じているんだけども迷い出た人々のことなんですよ。まだ信じない不信者のことじゃなくて、信じているのにまだ自分の道が分かってないクリスチャンたちのことを迷いの羊だと言っても、道を迷い出てしまっている。聖霊と共に生きない人はクリスチャンになっていても孤児と一緒、親と一緒にいない孤児のように、さらに迷い出た羊だと悟るべきなの。聖霊によって導かれる信仰に生まれ変わったら、聖霊によって迷い子じゃなくて、父の親と共にいる父の子になりまして、親によってその運命の道が定められた道がはっきりと示されて、初めて神と共に生きる信仰生活になったということなの。これがいかに大事なのか、いかに。神はこのように約束を計画の中で守る方であり、正しく神様と方向を合わせると個人個人に示されて、神様と一対一の出会いが実現できること、その神イエスは生きておられる神だとはっきり信じる信仰がある人はそれに感謝すべきだし、これからもそれを求めて挑戦する神が、生きておられる神がイエスであることが信じられるんだったら、それにも感謝してアーメンと表向き思い切り様に送る。ハレルヤ、アーメン。本当のこと、ある話を信じないといけない。なぜかというと、私たちの神は約束をして、それを信仰を見てから、信仰にの度合いによって約束を守ってくださる生きておられる神だから。ノアが洪水から逃れて、世界中の人々が死んでいく中で、自分の家族8人だけが御言葉通りに来たから命が守られてよ、箱舟を作っていた時には愚かな者をバカ者にされていましたけども、
いざ洪水が降ってきた時には世界中の王よりも資産家よりも学者よりもどんな偉い人よりも彼らにはない命の救いがドアとその家族だけに与えられていまして、彼らがなんと胸をなで下ろしながらほっとしたことなんでしょうかね。考えてみてよ、皆が死んでいくときに自分の家族だけが救われた、それを吟味してみたい、見てくださいよ、どんなにこれが言葉では表現できない喜びじゃありませんか。これは架空の世界の話じゃなくて、人が生きる人生の話、それも永遠なる人生の話なんです。洪水が40日40夜後に雨が止んで雲の間に虹が現れたの。その虹を指して主がノアにこう言われたんですよ。これが私が地上にいるすべての生き物との間に立てる契約の印であると。契約の印である。神は臨機応変的に手当たり次第に我々を扱う神じゃなくて、いい加減な神じゃなくて、創世以前からのちゃんとした永遠なる計画を立てて、その中で私たち一人一人をお呼びくださる、緻密な計画を立てて、それを緻密に成就していかれる神だことをまず信じるべきですよ。アメン。空洞崇拝のように自分なりに神の形を作って拝む神じゃなくて、そんな信仰には全然答えられない永遠なる緻密な統治計画をもとにして、その統治計画にふさわしい信仰の持ち主に契約通りの祝福を成就しておはる。この誰も差別しないで、誰にも公平に契約による関係を結んでおはり、契約によって神は我々の神となり、我々が神の民あるいは子供となる、こういう正義と公義を自ら実現される神である。アメン。地上に虹が現れる時には、神はいつも地上にいる一人一人の人間どもとご自分が立てた契約を心に留められると。それで契約通りに、ある人には命を、ある人には呪いを与えられる、そういう統治の仕方をすると、創世記9の16節でノアに向かってそう告げられたんですよ、神ご自身が。ハレルヤ、アメン。ですから正しいクリスチャンになろうとすれば、まず神の約束された言葉と聖霊によって聞こえてくる神の計画、統治計画がどうであるかを正しく悟ることが一番大事なの。そしてその通りに生きること、その通りに聞きたことが一番大事なの。だから聖書を読めと言われるまでもなく、自ら十分に読むべき、悟るまで読むべきだし、聖霊の声を聞けるように頑張れと言われなくても、聖霊の声を聞いて自分に向かう神の計画はどうであるかをいちいち確認しながら生きる、聖霊と共に生きる信仰生活はもう自ら進んで間違いがないほど頑張るべきなんですよ。アメン。これも人と関係ない、神様と一対一でこういうふうに信仰を作っていけば、皆さんの人生は人類の中でも一番素晴らしい人生になりますよ。ハレルヤ。今日主がエレミア11章の1から8節の間でまた繰り返してこういう契約関係を
説明しておられます。神がモーセをエジプトに遣わして、モーセをエジプトに遣わしてイスラエル民族をエジプトを神が今日何と表現したのか、鉄の炉、鉄の炉である、鉄の炉、鉄の炉であるエジプトの地、こう表現してますね。皆さん、鉄の炉、炎が燃え盛る鉄の炉の中に神の民がその中に入っていたという、霊的にそういう状態に置かれていたということなの。すなわち黄泉に置かれていたということなの。すなわちサタンの縛りに、サタンの勢力に縛られていたという意味なの。アーメンできますか。皆さんと私がイスラエル民族だけじゃなくて、イエスの皆を信じて救われたということは何を意味するかというと、サタンの勢力である黄泉の地から救い出されるということなの。これを信じるべきですよ。そしてどこに導き入れるのか、父と水の流れるカナンの土地に導き入れる、正反対の素晴らしい祝福の道へと、それも永遠によ救い出してください。これがイエス様を信じるクリスチャンたちに約束された神の契約なんです。アメン。こういうすべての契約は日を見るときに神様が契約した通りのことを思い出して、これを忘れないで、その通りに、契約通りに信じした人々を必ず契約通りの約束を守って祝福をする、命を救い出すということ。ハレルヤ、アメン。契約の神だから前もって必ず語るの。今は聖書に全部語られてるし、一般的なことは、個人的なことなどは聖霊によってまだ次から次へと語られるんです。信じますか。しかしいつも事前に語るの、前もって語る。前もって語る理由は何ですか。時が経った時に我々がそれを見るようになる、それでイスラエルの神を崇めるようになるためだ。ハレルヤ。今日読んだエレミア書5章に、事前にエジプトでモーセを通して語られた言葉を、今日のイスラエル民族は、その約束がカナンの土地でもう実現していることを今見てるの。今日という現実で神の約束が、先祖たちに約束されたことが今のイスラエル民族に実現していて、カナンの土地を占領したイスラエル民族がそこに住み着いて豊かな生活をしている今日今日に、先祖の約束が今子孫に実現していることを今見ている通りだと。ハレルヤ。それを今生きている人は先祖の約束の証人だと。成就されたことを今見ているから明かせるんじゃないか。これが今日読んだ古説の話で。それではイスラエル民族をエジプトからカナンの土地へ導き入れると約束を果たす、その約束はもうすでに信仰の先祖アブラハムに、創世記17章の1から8節の間でもうすでに語られた、信仰によって救われる模範的な人アブラハムを立てるときに、神様がもうアブラハムを呼んだときにその約束をもうすでにされています。ハレルヤ。アブラムを祝福して、その子孫を祝福してカナンの土地すべてを与えてそこに住まわすと、もうすでにアブラム、貧困の模範となるアブラムの時にもう約束されたの。それを神様がいつも忘れないで、子孫代々その約束を守ってもらった、
それは今日今日にも至っているという、今日今日にそれは実現しまして、神が真実な神であることがあんた方は今見てるんじゃないの、こういう話なの。ハレルヤ。昨日牧師が祈ってる時に神様が神の家に座ってる時に目の前に見える山から神の天に向かって虹が垂直に現れてる。なんで今日のメッセージのために祈る時に神様がこの虹を私に表してくださったのか、見せてくださったのか祈りましたら、神が分かりやすく簡単に申し上げますとこう語りましたね。なんと今まであなたを呼んで教会を建てるように導いて、教会連合を建てるように導いて、神学校を建てるように導いて、今日今日に至るまで26年前からしもべと呼んで、20年前から教会を建てるように命じて、いろいろと神が計画の中で告げて、前もって告げた通りのことが今になってあんた方が見てる通りに約束、神の契約の約束が実現してるかどうか、それをまず年末に帰り見るんだ、帰り見るんだ。そうすれば私は、あ、神様が帰り見た時にあなたが神の約束は実現してるのか、今の現実が神の約束が実現してる現実なのか、外れてる現実なのか、呪われた現実なのか、見て告げることはできるんじゃないか、こういう話です。そうすると26年前牧師のことを知らない人も、20年前開拓当時のことを知らない人も、1年前からここに来てる人も、1年前の京都、1年後の京都、どういうふうになってるか、まず1年前のことを考えてみましょう。1年前の今日、我々はどこで何をしてたのか、あの神田の一番ボロボロの貸し、なんていうのあれ、うん、貸し会議室、貸し会議室、貸し会議室でトイレの匂いまで礼拝の堂の中に入ってくるようなところで、礼拝したら上の階の人がまだその2階のトイレに行って礼拝を邪魔するようなカタカタ音立てながら、そういうところで礼拝してましたよ。決まった礼拝とかなく、2017年10月8日8日に、その主の日に主がサムエル記11の14節のようにキルガルへ行って国を新たに建てよう、日本語では国を起こそう、こういう聖書の箇所に基づいて、これから我々がキルガル時代に入っていくことを前もって宣言された神様が、防衛所の前の礼拝堂を3年経って再契約を一度もやってないのに移転しろと、何のためなのか、それはこれからキルガルというイスラエルの陣営に行って国を新しく起こしていく、そのためにこれからキルガル自体はイスラエルの、いやカナンの7つの部族をイスラエルが占領していく、イスラエルの司令本部なん、各町を占領しては戻り本部に出っかけていって、占領しては本部に戻る、その本部のような、司令本部のようなところがキルガルで、これから本格的に EMC 教会連合がキルガル時代に入っていくんだから、防衛所の前はそこじゃない、キルガル陣営にならない、通り道は通り道だから、3年満期で再契約一度もしないでまだ引っ越す、日本人の常識から言うとこういう150坪200坪の礼拝堂を
2年3年契約で終えて再契約しないでまだ次から次へと引っ越すなんてありえないでしょ。ありえないことなの。しかし神様は我々が考えているよりもっと深い統治計画によって神のスケジュールに合わせて我々が移転していこうと今までずっと命じ続けてきまして、我々はそれにただ一度も逆らわずに神が言われた通りに引っ越ししてきまして、再契約を迎える去年の2018年の4月13日にはそれまでの防衛省の前の礼拝堂を出て引っ越さないといけないから、その6ヶ月ぐらい前にして神様が引っ越しを命じた。ハレルヤ。理由はキルガル陣営に入るためだ。しかしその後6ヶ月間祈りながら聖殿を新しいところを求めても、1年間求めても与えられなかったから、それまで四ツ谷、市ヶ谷、何秋葉原、神田などを点々と移動しながら、来週はどこですかほとんど毎回もう決まってるとこがほとんどなく、もういつも神の霊に導かれて、いつも神の霊と共に生きるために、神様が来週はどこへ導くのはもう集中しまして、神の導きに神経を集中しまして、本当に旅人のように生きてきましたよ。しかしそういう中でも何一つ怠らず、やるべきことは礼拝があってもなくても関係なく、ちゃんと信仰は曲げずに守り続けながら、聖霊の導きにひたすら頼ってきたんですよ。アメン。それは何のためなんでしたか。キルガル自体は体ばっかり入っていて間に合うところじゃない。カナンの7つの部族を、そこに住み着いている部族を、イスラエル民族の敵となる存在を打ち砕いてからじゃないと占領できない。逆に追い出される、縛られる、倒されてしまいますから、そういう力をまず養うのが大事なんですよ。そういう力を養って、キルガル地帯に、すなわちカナンの7つの部族を打ち破れる、そういう水準になるまでうちの教会を神様が導いてくださったんだ。アメンですか。しかし神の約束はその前の年の2017年10月8日に神の計画は告げられたのに、信仰によってどこ行ってもついてくる人がいれば、場所が変わるときたんびに顔色がもう変わる人だね。場所が変わるときたんびに顔色も変わる信者がいまして、そういう人はついにはついてこれず途中下車になってしまったんです。主が今日おっしゃったでしょ、前もって告げる神の言葉通りに切れるとは、約束の契約の土地に入るけど、告げられた神の契約通りの神の御言葉に聞き従わず自分なりに生きる人は呪われると、先ほど読んだんです。神から外される。これはもう今までたくさん数えきないほどたくさん見てきた話なの。ハレルヤ。アメン。ある人はもう神牧師はとうとう終わった、神牧師はもう滅びた、しまった、神牧師は教会がないんだ、そういうふうにあざける者もいれば、教会の礼拝とかないからもう東京 EMC は教会がなくなった、こういう人もいて、こういう人は教会がないからここに集うのは意味ない、教会が何であるかも分からない人、教会が何であるかも分からない人は、礼拝堂が教会だと思っている人は全部その時に離れる。もう一度言いますが、教会とは何ですか。神の子供たちの集まりが教会ですか、あるいはこの建物が教会ですか。聞きましょう。建物は教会、違う、そんなことない。何が教会だ。神の子供たちの集まりが、神に召された者どもの
集まりが教会だと思う人だけ心からアーメンと消えたまねをくれ。旧約時代のあれの40年はあれの教会だと聖書は教えてます。あれの40年は砂漠の上でした。アメン。こういった建物による礼拝となんかありませんでした。テントで作った聖幕、幕屋、それしかなかったの。その幕屋は去年我々が使ってた貸しホールよりももっともっとみすぼらしいもんなの。それでもそれを立派な神のあれの教会だと聖書ははっきりと教えてます。人々が東京 EMC はもう教会がなくなった、礼拝でもないからと言っていたその時に、それで神から教会から離れる時に、我々は立派なあれの教会で神と共にやってきたことを認められます？信じますか？教会に通っていながら何が教会であるかも分からないまま、こんなちょっとしたことでつまずく人が未だにたくさんいる。世にいるクリスチャンたちが目がないの、耳はなくて、悟る知恵も知識も心も頭もないの、脳みそが空っぽなの。意味が分かりますか？意味が見えないといけない。教主がおっしゃったでしょ、神が告げた結果を今見てるじゃないか、見てる通りに。アメン。神の言葉は聞くもんじゃなくて見えるもんなの。なぜよ、時間だったら必ず実現しちゃいますから。アメン。神の言葉は聞くもんじゃない、見るもんなの。見るもの、みんな一緒に、神の言葉は聞くもんじゃない、見るものだ。ハレルヤ。なぜそうですか？実現しちゃいますからよ。最初は信仰の目で見るの、最初は、あとは時がだったら肉の目でも見るの。そして証人になる、証人に、こういうふうになったと、見たこと、聞いたことを確認したことを告げる、人に知らせる、証しができる、証人となる。これが神の言葉の真実さなの。これで神が生ける神であることが分かるんですよ。神が見えないから信じられないんじゃなくて、信じないから見えないの。信じると確認もできるの。ハレルヤ。アメン。真実に契約によって全ての世界を治められる方は神なるイエスを追い取るしかないの。この世の国もこの世の統治者も契約を、民、国民との契約を守るのか守らないの。みんな1割。寝て起きれば嘘つくの。寝て起きれば口から出る言葉がコロッと変わってしまうのが今の世の中の政治家ではありません。一つの口を持って二つ以上のことを語る二枚舌を使う。日本語では二枚舌、舌が何枚もあるの？舌が何枚もあるの？一枚しかないはずの口で、舌で二枚舌を使うな。ありもしない口を、口の言葉を語るってこと。アメン。神は一つの舌を持って一つによってしか語らないの。アーメンできます？なんでよ、真実にその通りのことを嘘も一割も付け加えることも取り除くこともなく、告げられた通りに契約を実現されるからよ。だから神の言葉は見るもの、見るもの、結果が出るから必ず見るもんですよ。ハレルヤ。見てからも信じない人もいるんだけど、もうしがってないじゃん。見てからも信じないとは仕方ないじゃん。ハレルヤ。私はね、イエス様しもべになってから神に信じます信じますと祈ったことはほとんどないね。ほとんどおかしくない？信じていながらなんでまた朝ごとあなたが神であることを信じますよ。変じゃないの？もし皆さんの奥さんが旦那さんが毎朝目が覚めたら、あんたが俺の女房であることを信じる、あんたが間違いなく私の旦那だことを信じろ。毎日そういうふうに告げられたら頭にくるんじゃないの？何この女、いまだに心揺れてるの？
そういう意味でしょ、そういう意味。いまだに疑ってるの間違いないじゃないか。なんで一度の告白が永遠に続かないのか、逆に疑われるよ。意味わかりますか。我々が神を信じることはバプテスマの時でもう直するの。イエス様を一応神だと告白すればそれでいいの。信じますよ、信じますよ、信じないとでに気合ばかり入れてる。信じられないからよ、信じる。信じられないから信じる。こういう信仰だと一生何も見れないの。一生何も見ることはできないの。なんで結果出ませんから。アメン。神様が去年の今頃、我々がどこで何をしていった、多くの人に笑われた、滅びてしまった神牧師、もうとうとう終わった、教会がなくなった、いろんなあざけりの声が聞こえてくる時に、いやここに集っていた人までもう礼拝どころない、教会がなくなった、教会がなくなったからもういいと。さあ何十年教会通っても何が教会だかも分からないまま、何が自分の神だかも分からないまま迷い出てる人々よ、泣きなさい。自分と自分の不信仰と自分の子孫のために泣くべきなの。神を信じながらも神の計画が分からない人を自分のために泣くべきなの。神を信じながらも生きる方向が、喜びが、人生の優先順位が分からない人々を泣くべきなの。神を信じながらも神に頼って生きれない人は泣くべきです、泣くべき。なんでよ、時は我々をただの一秒も待っていてくれないの。チクダクチクダクと共に老けていこう、死に向かっていくの。どうするつもりですか。普通に街を歩いてるのに上から人が飛んできて直撃して二人が死亡してしまうような、神に守れないといつどこで何が起きるかも分からないようなのが人生、自分でも自分の命守れないのが人の人生なの。守れているからそれは自分の力だと思って勘違いしまして、なんとかなりそうでしょう、筋肉がついてる時はなんとかなりそうでしょう。それ一瞬のうちに衰えてしまうの。金頼れる、頼る金いくらでもあるでしょう。一瞬のうちに人のポケットに入ると敵になるの、金が。わかりますか。命どこにありますか。皆さんの命は皆さんの手の中にありますか。皆さんの体の中にありますか。そこにはありませんよ。それを守る力がイエスの契約の約束の言葉の中に命があると主イエスがヨハネ12の50節で告白しています。だからイエス様も世にいらした時には神の言葉通りに、自分では何にもしないで神の言葉通りに生きたと。ハレルヤ、アメン。とうとう神の計画通りの時がちくだく経ちまして、ちょうど前の礼拝堂を出た4月13日になったら、ここにここの物件が現れて、ここに内見に来たいの。ここに内見に来て、いやここを契約しましょうと。普通は不動産契約は不動産、こういう物件契約は不動産通して内見させてもらって、じゃあ申し込み書を書いて、それから不動産通してやり取りしてハンコを押しますね、契約書を書きます。オーナーには顔を合わせないの。でもここに内見に来た日にオーナーが、あの今のポキシーの部屋の、あれがここのビルの社長の部屋だったの。社長が出てきて、ここでね、不動産会社は一歩下がって、サモニと私とここの社長と直接で話はダイレクトでできて、保証会社もつけずに契約しましょうと、契約しましょうと言ったその日が前の礼拝堂出た瞬間なの。ちょうど1年ぶりに神のスケジュールが見えませんか。神がスケジュール通りに我々を導いているのが見えません。そして契約を、書類を作り終わって、契約は終わって、我々がこの聖殿に使用してもいいという法律的な権利が発生したのが5月1日。これがキルガル時代の始まり。すごい
そして今は今年は最後の礼拝をここで今捧げてます。1年前までには人がに笑われたり逃げられたり、東京 EMC はもうとうとう亡くなった、滅びたから、逃げられたり笑われたりした我々が、時間がだったら彼らの笑い声が逆に虚しくなる。我々はとうとうとキルグラ時代を象徴する今この禁止聖殿に来てます。1年前にの時点では想像がつかなかったところに今来てます。アメンです。そして聖殿だけじゃなくて、神がキルガルに行って王国を新しく起こそうと、新しく起こそうと言って、その約束は実現しまして、1年前までの信仰も今の皆さんの信仰はそこにとどまっていないの、うーんと成長しています。アメン。牧師がイエスの皆で何を言っても疑わず逃げず、言われた通りに聞き従う、神の約束の実現を体験できる信仰に今成長してきています。そして去年の時点には、今ここに座ってなかった人々がここに来て運命の道を見つけました。今までは迷いの羊でした。イエス様は信じながらもどこへ向かって走ればいいか分からなかったんだけど、今はどう行ければいいか自分の運命の道がもう見つかりまして、ハレルヤを持って神に栄光を捧げる人々が今ここに数人座っています。北海道から沖縄まで運命が変えられた人々がEMC の霊的な家族になっています。去年にはなかった EMC の基地教会が建てられています。ハレルヤ。我々があるので広がる時代を準備するときに、見えないところで全ての準備が整っていまして、進んでいまして、生ける神は見えない聖霊によって見事な結果を出して、今日この最後の日をもって今までを顧みるようにされたときに、我々の口から出る言葉はハレルヤ、アーメンです。今日エレミアが神の言葉がつけられたときにアーメンと答えたの。その通りです、こもっともです、アーメン。その通りにこれからも実現しますように、ハレルヤ。昨日主が牧師に地上から天に至るまで垂直の理事が現れているのは何が意味するか、天上と地上をつなぐ神の計画が今まで実現したのかしてないのか、実現したと証しができるならばこれからもそれが実現するんだという、今までの約束の実現の証しでもあるし、これからの約束の実現の新しい確認でもあることを信じれば、アーメンとおっしゃる様に思い切りをくれまして、契約によって我々を顧みられ、契約によって我々と共にするか外すかを判断される神の真実な創世以前の契約、それを心から信じまして、この神の統治の、それで神ご自身が導くこの命と勝利と救いの道から、ただの一歩も連れることがないようにと頑張るべきですよ。アーメン。去年笑っていた人々と、で、ああもう、ああこれ以上ついていくのは無理だ、ああ希望がない、もう教会がなくなったと思って逃げた人々と、今のうちとどちらが勝利者なのか、行けば行くほど開くの、何が格差が開くの、我々は行ける神に従っているの、さらに1年後には、さらに2年後には、さらに3年後には、さらに5年後には、笑っていた人々が心臓が止まりそうなショッキングなことがこれから起きるの。なんでよ、1年前のうち今、1年前と今と全然違うように、
これから行けば行くほどそれがさらに大きく変わってしまいます。それを主、昨日主が私にはっきりと幻をとして示しておったんです。今日のこの日を覚えていてよ、1年後のこの最後の礼拝の時にどうなってるか、全然違う、全然違うレベルに変わっているはずなんです。アメンですか？皆さん個人の運命も、教会東京 EMC 全体の運命も、そして東京 EMC じゃなくて EMC 教会連合全体の運命も、またの1年、またの1年が立つとともに、さらに上り坂、さらに神様に近くに、さらに模範的に。うちが20年前から教会開拓とともに3ヶ月後から始まった2人のホームレスに出会ったことがきっかけになって、みるみるうちに人が増えて、毎週2000名ぐらいのホームレス伝道を始めて10年以上やってきましたね。今もやってますが、我々が約8年ぐらいやった時から、うちに聞きに来る人がいて、教会があったの。ホームレス伝道はどうすればいいですか、その、ノウハウを教えてほしいと言って、ある教会の長老たちが新宿に聞きに来たんですよ。それから始めまして、ホームレス伝道する教会があちらこちらポチポチたくさん増えたの。分かりやすく言うと、我々がホームレス伝道をちゃんとやっていて、それが多くの人に影響を与えたらしいですね。でそれを見習って多くの教会が今はやるようになったんですよ。だから今は分かりやすく言うと、うちがホームレス伝道やらなくても全部合わせたらやってるの、他の教会でもポチポチやってるの、やるよ、たくさん会社が増えてる。だから先ほど祈ってる、これも必ず皆さんに伝えなさいと主に言われた。何かというと、その時はほとんどなかった。だからうちが多くの人に対してホームレス伝道やったんだけど、それが模範的になって、見習った教会が出てきたから、良い意味での影響を及ぼしたことになる、模範になったことだ。アメン。例えば今はうちがやらなくても別にホームレスたちは困ることはない。なんで、あっちこっちでやる教会が増えてるから。そのようにこれから聖霊によって妥協しない真理の言葉を持って、それで賛美のとどめを持って、いろいろ、そして神学校の本物のイエス様の弟子訓練を持って、いろいろまた模範を示していくときに、これに見習うところがこれからもたくさん出てくるんだと。ハレルヤ。誰も喜ばないね。こんな神の国が広がる話には興味がない、みんな。対岸の火事のようにただ見てるだけ。あ、そう、頑張れ牧師。こういう感じじゃないの。これは一番重要なことなの。これに携わる人が神の本物の認められる信者に成長することができるし、そういう人と、そういう家族、人の家族を神様がまず優先的にノアの家族のように守ろうと、なぜ信じませんか。信じましょう。アメン。教会は頑張れ、自分は一歩下がって自分のことだけ一生懸命、これはね、神の祝福から外れる音なの。神が命じたこんな大きな流れに聞きしたものが命と祝福を得ることであり、これに従わないのが、従わないのが呪われることだと、さっき読んだじゃありません。私の話じゃなくて、神様がそう、契約によって統治する神様がそう宣言してますよ。アメン。ハレルヤ。こういう一番肝心な話が皆さんの話にならないといけませんよ。アメン。私はしもべじゃないからとか、いつまでそういう信仰を持っているつもりですか。いつまで自分に約束された祝福を自分で跳ね返すつもりなのかという話なの。牧師の口を通して語られる言葉は、
全部牧師のためだって、全部聞いてる皆さんのために説教してます。意味わかりますか？私が聞くべき話ならば皆さんには説教することもない。私と祈る時に神様とこそこそで終わるの。私が個人的に聞くべき話は皆さんが聞くべき話だから公に宣言してるわけです。これが説教なの。みんな一緒に、説教は牧師が聞くなうて私たちが聞くべきだ。ういぐハレルヤ、アメン。聞いてどうするんだ。聞いて従うべきだ。そうすれば呪われない。そうしなければ呪われる。今日読んだ言葉がそうなんです。アメン。神が理事を持って私にまた約束しましたよ。今まで見なさいよ。26年から前からお前が呼ばれてどうなってるか、運命が変わってるか。え、20年前から教会建てられてどうなってるか、神の約束は実現してるか。いろんな意味で帰り、いや2年前からキルガル時代宣言されてどうなってるか、その時に呪われてるか良くなってるか、帰り見れば分かるじゃないか。今のこの状態を見れば分かるじゃないか。そのようにこれからも神は契約を、約束を果たしていかれ、果たしながら、契約を果たしながら、守りながら進んでいかれるから、ついてきなさい。こういう意味なんですよ。そうすればあなたも呪われずに済むだけじゃなくて祝福の主人公になるの。アメン。祝福の主人公。ホームレスエンドに模範を示して多くの教会が真似したかのように、これからいろんな家道の務めを通して多くの教会がまだ真似して、さらに神様に用いられ祝福を受ける教会がどんどん増えていくようにと、昨日はっきり理事を持って語られた神を信じるだけ。アーメンと主様に思い切り送ります。アーメン、ハレルヤ。それでは悔いが残らぬほど真実を込めて、今年最後の主日礼拝のが終わる前に、神様に一言でも真実に本当の信仰を持って、そういう信仰がなかったとすれば、これを悔い改めてイエス様から呼んで祈ります。アメン。イエスよ、イエスよ、イエスよ。